はい、皆さんこんにちは。りなです。たかです。エンディーブログです。私たちは長良川アユパークに来てます。今日はいっぱいアユを釣って取って食べるという日です。超寒い。さすが山の方だね。寒い。ちょっと動かしながら行きましょう。動きながらね。体を動かしながらじゃないの？合ってる。あ、行きましょう。体験エリア入り口です。2パターンがある。釣って取って食べる。手で掴んで取って食べる。アユを1匹掴むごとに500円プラスされていくのね。10匹ぐらい取る。どっちにしようね。釣るか掴むか。寒いよ。で、掴んだ方が面白そうじゃない。掴んだ方が面白いけど、掴んだ方が寒い。誰も掴んでない。みんな釣ってる、ね、そうでしょう。ここは YouTuber らしく掴みに行こう。嘘。ゲットしました、バケツ。はい。寒い。見て。すごい。暴れてる。行きましょう。寒い。めっちゃ寒そうだよ。はい。準備できました。田舎の女の子みたい。寒い。はい、入ります。思ってた通りに寒い。お邪魔します。いや、それ我慢できないよ。寒い。まずは水。うわ、マジ寒い。あ、これはアユを掴む天気じゃないよ。私たちみたいなバカ一人もいないよ。そう、誰もね、掴んでる人いない。あ、あそこに頭みんなそこだよ。あそこに固まっている。めちゃめちゃ痛い。あ、これ掴めれるよ。掴めれなかった。レナさん。どうですか、感想は。むず。あと足が冷たい。これなんかあれじゃない、コツを聞いたらいいんじゃない。スタッフの人に。こうだよ、早くこうだよ。掴める気がしないよ。これはコツだ。痛い。寒いとかじゃなくてもう痛い。痛いでしょ。チャレンジチャレンジ、ゴーゴーゴー、早く。お前らそこに隠れたと思って。甘いな。あ、気持ち悪い。ちょっと触るのが気持ち悪い。気持ち悪い。やめやめ。お坊ちゃま。気持ち悪い。かわいそうに。ごめんね。ごめんね、あゆちゃん。はい、ここに入ってください。プロッ。レナが逃がしたやつを俺が。あ、取った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 。おい、ゲット。
追いつけなかったやつ、これ距離かまってるいよ。よいしょ、2人プレイ、カモン。はい、捕まえたよ。レナ3、カカ1。カラスが、カラスがパクってくわえて木の方に、あっちの木で今アユを食べてるよ。やっぱやっぱカラス頭いいんだね。ここにアユがいっぱいいるから。そうだね。あ、ほらほら飛んでる、あのカラス。ほんとだ。魚引き会場、アユ4匹はい交換された。うわすごすごくない、これ。アユせんべい。ちょっとだけのせんべいだね。すごいよ。アユがこう圧縮ギュッて食べ進めましたね、アユまで。アユまで来たよ。うん。何？あ、全然味違う？うん。食感も違う。本当だ。うわ、うま。12時です。うわ、マジうまいじゃん、これ。本当になんか魚を香ばしくカリカリに焼いた味がする。で、塩味もちょっと効いてて、うわ、うま。骨が見える。じゃあ、アユタイムです。ガブッと一気に。うん、うまい。うん、こんなうまかったっけ。アユうまいでしょ。うまいね、アユ。なかなか食べる機会ないけどね。そう、なんか、うん、せんべいの方が味が濃いね。あ、だから凝縮されてるからかもよ、うん、これ自分でさ、うん、取ったやつをさ、こう串にグッて入れてさ、爪の上でやったら よりうまく感じるだろうね。あー、そうでしょ。うん、バーベキューと一緒で。ちょうどアユを食べ終わったら晴れてきたね。今ね、すごい晴れてきた。タイミング最悪。クソ寒い中、足を凍えながらアユ取ってたけど、この天気だったらあったかいと思う。やりきりました、今日。あ、アユをめちゃめちゃつかめた。ヌルヌルしてたね。ヌルヌルしてた。ヌルヌル逃げてたけど。でも美味しかった。いや、うまかったよ、本当に。あの動画をここで終わりにします。私たちのアユつかみが楽しかったなら、いいねボタン押してください。皆さんももし来たかったら、郡上市白鳥町にアユパークあるので、ぜひ遊びに来てください。また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。